経済評論家、常念司が5分で解説シリーズ。はい、今日はですね、今ネットで大炎上してます。静岡県のね、川勝知事の問題発言について皆さんに解説したいと思うんですけど、まずこの人何を言ったかということでね、新聞報道等によるとね、新規採用職員向けの訓示がね、昨日あったんですよ。で、その中で、まあ要はだから、入庁式みたいなとこね、そこでね、こういうふうに言ったと。県庁はシンクタンクだ。毎日毎日野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかと違い、基本的に皆様は頭脳知性の高い人たち、それを磨く必要がある、なんて言ったんですよ。なんかさ、八百屋さんとかさ、ね、それから畜産農家さんとかさ、それから製造業でね、働いている人がですね、まるで知性が低いかのような、そういうご認識に立った発言ですか、ということでですね、まあ、各方面からね、お怒りの声がまあ今上がっているということなんですが、問題はですね、この人本当にそんなこと思ってたのかどうかね。ね。知性が低いなんて思ってませんって後で言い訳いつもするんですけど、そうなの川勝さんということで、川勝さんのね、これまでの失言の歴史をね、振り返ってみたいと思うんですよ。彼はね、まあ、例えば今年の3月にもですね、失言してます。3月13日、県庁を表敬訪問したですね、女子サッカークラブね、岩田市に本拠を置いている女子サッカークラブのメンバーに対してですね、岩田は文化が高い、浜松よりもともと高かったということで、この人はなんか、誰かを褒めるときに誰かをディスらないと褒めらんないんですかね。同じことやってるわけですよ。県庁職員は知性が高い。なぜなら、ね、八百屋や牛飼いや製造業のやつよりも、知性が、あんな連中よりも知性が高いからだ、みたいな。なんかこういう言い方ね。これ実は3月にも全く同じロジックでですね、やってるわけです。はい。岩田の方が、まあ、このね、浜松よりも、ね、文化が高いみたいなことで。で、これもね、まあ、説明、歴史的事実で、市民の共通認識だとか言って強弁してですね、撤回しなかったということで、とんでもないやつだな、というふうに思います。それからですね、藤枝東は、ボールを蹴ることが一番、うんぬんということでね。これさっきのやつですね。はい、藤枝東はボールを蹴ることが一番重要。岩田は文化が、浜松より、高かったということでね。懲りない川勝知事ということで、これね、FNN プライムオンラインにもですね、書かれてます。暴言出現は年々エスカレートしていると、いうことなんですね。はい、2013年、学力調査で小学校6年生の国語 A の成績が全国最下位だったことを受けですね、先生の授業が最低ということと、まくし立てたりね。それから2016年には当時の静岡市長を前にですね、政令指定都市としては失敗事例って言ってみたりとかですね、2019年には一部の県議をですね、ヤクザゴロツキーとディスったりですね、2020年には都議の総理大臣についてですね、教養レベルが図らずも露見した、学問を本当に大切にしてきた、形跡が見られないと侮蔑的な発言をした。これ多分、菅さんですね。学術会議の件だと思います。まあ、この人もともと学者だったんでね。まあ、こういうことを言ってきたんですよね。で、さらに2021年、これまあ問題発言ね。コシヒカリ発言というのがありましてね。御殿場市について、浜松市と、市と比較した上で、あちらはコシヒカリしかない。飯だけ食って、それで農業だと思っている。あちらは観光しかない。と、蔑んだ、まあ、発言をしてですね、まあ、猛バッシングされですね、辞職勧告決議案ね、知事に対してね、議会でね、県議会で辞職勧告決議案も、まあ、可決されていると、いうことでですね、まあ、この FNN プライムオンラインがまとめている通りですね、まあ、就任当初からですね、まあ、年に1回ぐらいのペースで出現してきた人なんですよ。はい。で、常にその失言のパターンっていうのは、誰か目の前にいる人を持ち上げようと思ってですね、その人のこう、ライバルとおぼしきもの、まあ、それは、川勝マインドの中におけるですね、仮想敵みたいなのを設定してですね、それをこう、ディスって下げると。ね。まあ、県庁職員の敵はですね、八百屋と畜産農家と、製造業ということなんですかね。まあ、次の選挙の時、この人たち全部敵になったら、川勝さん勝てないと思うんですけれども、まあ、それにしてもですね、このね、もう失言製造機みたいな感じで、まあ、やっちゃってますので、まあ、今回の件もね、どうすんのかということでね、いや、真意が伝わらなかったら切り取りだとね、毎回のように言い逃れするんですけれども、いやいや、川勝さん、本当にそう思ってるでしょ、あなた、みたいなね。これまでの発言のロジック、共通してるのは全部それじゃん。誰かをディスらないと誰か上げられないというですね、この歪なね、まあ、学者だったらなんとかよくわからないですけれども、性格的な問題かもしれませんけれども、この歪なですね、このまあ、川勝さんのね、この現状認識というかね、まあ、職業に対するまあ、見方というかね、まあ、これ端的に言うと差別意識っていうんですかね、まあ、そういったものが垣間見えると、
いうふうに言われてもね、これ文句言えねえんじゃねえかなと。これ謝罪じゃ済まないですよ、川勝さん。辞任したらいかがですか、マジでね。うん、シャレになってねえな、というふうに思いました。ということで、この川勝さんの発言に対するですね、各界の厳しいですね、批判についてはね、別途また動画で取り上げて、配信いたしますので、そちらをご覧ください。ということで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。